とんでもない奴らにサプライズを。どうも霊夢です。マリサだぜ。せーの。ビンビン。伊是名夏子さんは、日本のコラムニストであり、政治活動家。うん。あ、なんか最近よく見る気がするな。そうね、いろいろと大変なことになってるからね。そうなのか？私は詳しくは知らないが。じゃあ、今回は伊是名夏子さんが起こした、様々なことについて、解説していくよ。頼むぜ。ことの発端は、4月1日から、1泊2日で、ヘルパーさん、友達、子供2人、伊是名夏子さんの5人で、熱海の木の宮へ旅行。目的地は、熱海の観光地で、パワースポットでもある、木の宮神社。おお、楽しそうな旅行だな。そこで、JR 小田原駅から、熱海駅、そこから木の宮駅の、ルートで行くことを計画。ちなみに木の宮駅は、無人駅らしいのよ。事前に、木の宮駅の構内図を確認していたが、小田原駅、熱海駅、木の宮駅へ、車椅子を利用する、事前連絡はしなかったようで。そのまま最初の駅の、小田原駅に到着。当初乗る予定だった、電車が来る30分前だった。ふむふむ、ここまで聞いてても、特に何も起こらなそうだけどな。ここからが問題なの。伊是名さんは駅員さんに、車椅子で木の宮駅まで行くことを伝えると、駅員さんから。木の宮駅は、階段しかないので、一駅前の熱海駅までなら、いいですか？と、いい、熱海から木の宮までは、タクシーで移動することを提案した。ふむふむ、階段しかないから、気を使って行ったんだな。しかし伊是名さんは、その対応に納得がいかず。木の宮駅に電車で行きたい。車椅子を運んでほしい。駅員さんを、3、4人集めてもらい、持ち上げてください。と、木の宮駅までの乗車、及び降車にあたっての解除を、粘り強く求めた。車椅子ごと乗れる、タクシーの手配は、急には難しいだろうと思った、伊是名さん。なんとか木の宮駅までの乗車を、お願いするも、駅員さんに。熱海駅は、そのような対応はしていません。そしてこのようなやりとりで、1時間以上も揉めた。はぁ？ 1 時間以上？何やってんだよ。つか、同行してたヘルパーとか友人は、止めなかったのか？そうよね、1時間以上も、ずっと待ってたのかしら。常軌を逸してるぞ。双方とも折り合わず、駅員さんが、最終的にタクシー会社の電話番号を、伊是名さんに渡した。タクシー会社も、対応できるかはわからないとの返答だったため。とにかく熱海駅まで行くことにしたところ、到着した熱海駅では、どういうわけか対応してもらえたため。隣駅の、木の宮駅まで、行くことができたんだよ。うん、結局、対応してもらえたのか？そうよ、熱海駅から駅員4名が同乗し、木の宮駅での降車時の解除、及び人力で、車椅子を運搬するなどの、解除を行ったの。はぁ、めちゃめちゃ神対応じゃねえか。駅員さんも忙しいだろうに。ちなみに伊是名さんは、揉めた様子を携帯に記録、撮影してたみたいよ。いやいやいや、何やらかそうとしてんだ？伊是名さんが事前に、JR に連絡、予約していれば、駅員さんと揉めることは、なかったと思うよ。そうだな、手間かもしれないが、電話で確認するなど、した方が良かったな。駅員さんは、翌日の乗降についても、伊是名さんに丁寧に、案内したそうよ。ま、マジかよ、素晴らしいな。しかし翌日、伊是名さんは駅員に、事前にホームページで、木の宮駅の構内図を調べてきて、階段のことがよくわからず、かつ、連絡が必要なこともわかりませんでした。と、クレーム。いやいやいや、もういいだろう、あったことなんだから。しかも親切、丁寧に解除されて無事に着いたんだろ？何をクレーム入れることがあるんだよ。そして、なぜか伊是名さんは、複数のマスコミに、今回の JR 乗車拒否騒動を、売り込んだ。おい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 、何考えてんだ？おかしいだろ。やってることが完全に、だろ。いい加減にせって！無理を言って、駅員さんに親切に対応してもらったのにもかかわらず、なぜか被害者面。いや、ほんとわけわかめだぞ。伊是名さんは、自身のブログで、正直、ここまでの乗車拒否は初めてでした。
車椅子ユーザーが利用者として想定されていないと改めて痛感したし、これをもっと可視化していかないといけませんねと綴っていた。もう完全にアプチクレーマーじゃねえか。そのブログを見た多くの人から単なるわがままのクレーマーと批判殺到で無事炎上。そりゃそうだろ。ツイッター上でもこのイゼナさんの乗車拒否問題についてアンケートが行われ、 97.3% の人が支持しませんと回答したんだよ。圧倒的な結果だな。むしろ逆に残りの 2.7% は誰だよ。そしてこのアンケート結果を見たイゼナさんは、ネット上でのアンケート、私を支持するかしないかに4万件の回答があり、 97% が支持しませんでした。悲しい限りですが、でもどんな方法だったら声を上げてもいいのでしょうか。私の説明不足もたくさんあったと思います。支持を得られない訴え方を取ったのかもしれませんとお気持ち表明するも、反省をしていないような感じだよ。もうダメだろ。 JR 側は本来は対応していない方法でイゼナさんを親切丁寧に木の宮駅まで対応してくれたのにね。本当に感謝をする気持ちがあったのかは謎だよ。ちなみにイゼナさんが使っている車椅子は100キロを超えるよ。はあ？それをわがまま言って駅員さん4人に持たせてたのか。やってること完全にじゃねえか。イゼナさんは、駅は公共の交通機関のため合理的な配慮をしなければならないとたびたび訴えている。駅員さんが電動車椅子を運んでくれた写真も感謝ではなく批判として利用するための一部として使われた。イゼナさんが、障害者差別解消法は障害者に対して平等に対応する義務があると言っていて、障害者差別解消法に従えば JR の職員はイゼナさんの車椅子を運ぶ要望に応える必要があるのかもしれない。だけど木宮駅から離れた場所にある小田原駅で人員4名を当日すぐに確保することはかなり負担が重いし、さすがに JR 側にも限界があると思うよ。そうだな、駅員さんにはそれぞれ定められた通常の業務があるだろうしな。しかもちゃんと対応までしてくれた。イゼナさんが事前に連絡をするなど合理的な配慮をしていればすぐに対応可能だったかもしれないね。それなのに乗車拒否されたとブログで批判した。驚くべきは、イゼナさんは木宮駅へ行く途中や駅員と交渉している間に複数のマスコミに連絡していたことだよ。完全に大ごとにしようとしてたよな。炎上することを狙った売名目的だった可能性が十分にあり得るよ。イゼナさんはブログの最後に、声を上げ続け、味方を増やし、一緒に考えてもらい、たくさんの人で動いていかないと変わりませんと綴っているけど、実際は味方を増やすどころか敵を作ってしまった結果になったよ。もちろんイゼナさんを擁護する声もあるけど、圧倒的に批判する声が多く、同じ障害を持つ方からは迷惑がられているみたいよ。いい迷惑だよな。しかも10年前にも同じことをして乗車拒否を受けたと新聞のコラムに一部始終を載せていたみたいよ。ま、マジかよ。もしかしたらもっとやってるかもしれんぞこれは。表に出ていないだけで、それもあり得るかもしれないね。さらにイゼナさんは過去にネズミーランドに行った際、年齢を偽って子供料金で入場してたみたいよ。は？おいおいおい、前科持ちじゃねえか。どう考えたって子供って年じゃねえだろ。そうね、しかもそれを堂々と自身のブログで暴露してたみたい。当時普通に20歳を超えてたみたいよ。もう詐欺じゃねえか。それはちょっとね、世間は許してくれませんよ。そしてこのイゼナさん、この他にもいろいろとやらかしてることが発覚してるから、また後日イゼナさんのことを動画にしていきたいと思うよ。まあ、たわけのわからんシリーズが始まるのか。勘弁してくれ。はい、ということで今回は以上となります。いかがだったでしょうか。いつもご視聴ありがとうだぜ。視聴者の皆さんからのコメントなどがこの YouTube 活動においてのモチベーションとなっております。本当にありがとうだぜ。
このチャンネルでは、世の中の事件や、炎上などのニュースの解説動画を、配信していきますので。もし、この動画がいいなと思ったら、いいねとチャンネル登録をして、このチャンネルを、一緒に成長させていけたら、嬉しいです。頼むぜ。それでは、最後までご視聴、ありがとうございました。See you.